ワセリンを使ったら肌の状態が悪くなったっていう方いらっしゃるんですけど、うん、そういうケースも あるある絶対にあると思う。はい、皆さんこんにちは。肌の再生医療の北条もたるです。こんにちは、柴原です。よろしくお願いします。はいはい、そうね、今日ね、じゃあまず一つ目の質問になります。はい、ツンツン様からですね。はいはいはい。ワセリンを使うと油焼けするとネットとかで書いてあるんですが、油焼けでシミとか乾斑、ニキビとかできやすくなるんでしょうか。油焼けとは、肌や髪についたオイルや化粧品などの油分が日中の太陽光による紫外線や熱の影響で酸化して色素沈着を引き起こすことを指します。酸化したオイルは肌に大きな負担を与えてしまい、シミやくすみの原因に。また肌だけでなく髪も同様に油焼けする場合があります。ツッコミどころ満載の説明なんですけどまず 1フレーズ目を読んでみてください。油焼けとは、肌や髪についたオイルや化粧品などの油分が日中の太陽光による紫外線や熱の影響で酸化、これ丸丸、ここまでは丸、はい、して、色素沈着を引き起こすことを指します。なんで酸化したオイルが色素沈着を起こすのか、これ謎。ただ酸化したオイルが皮膚に刺激を与えて皮膚のバリア機能をまあ不安定化させるのはあるかもしれないけれども、そこから一気にすっ飛んで色素細胞をもう刺激して、色素細胞にメラノサイトを刺激してメラノサイトが色素を作るっていうのは理論の試薬のしすぎかなとは思うかな。ただ酸化した何かっていうものはやっぱりその肌に刺激を与えるのはある。なぜかというと肌っていうのは弱酸性なので、それがあのいい具合に皮膚の常在菌との均衡が保たれているところに酸化したオイルが来ると、やっぱり何らかの常在菌のバリア機能が乱れるのは分かるけれども、それは認めよう。でもその後ですぐいきなり色素沈着を起こすっていうのは、これは謎かな。基本的にワセリンっていうのはその化学反応をあまり起こさない物質なので、酸化も起きないし、酸化還元反応とかそういうの電子のやり取りはほとんど起こさない物質なので、軟膏とかに使われるから、そこの部分もまあ油などがっていうことであれば酸化するっていうことでもあるかもしれないけれども、ワセリンというものパラフィンとかですね、そういうようなものっていうのは酸化化学反応を起こしたり劣化とかしないんじゃないかな、あまり。じゃあ他の美容オイルだったらそういうケースはあり得るんですか。あると思うね。まあ、あのオリーブオイルの美肌療法みたいなのあるけど、それだったらあの太陽光の紫外線に当たってその食用オイルが酸化して何らかの刺激を肌に与える可能性がある、可能性はあると思うね。ただその何らかの刺激イコールすぐにシミを起こすっていうことにはなかなか理論の飛躍があるのかなって感じはするかな。この質問に関しては、まあできやすくなるんでしょうかっていうご質問だったので、ワセリンに関しては何ともならないと思うね。ありがとうございます、はい、では続いての質問です、はい、マイ・ウォーミー様からですね、はい、鼻の中バリア破壊されてるようです、かさぶ毎日、かさぶた鼻血、鼻に塗るのはどうでしょうか。鼻に塗る、鼻の中に塗るんでもいいと思うけど、それ毎日鼻血かさぶたできてるんだったら耳鼻科に行ってそうですね、はい、あのちょっと乾燥してるなっていう時に、まあ、極端な鼻の中にこう塗っちゃうのはいいと思う。大丈夫なの。うん、大丈夫だと思う。鼻に塗る点鼻薬の中、点鼻薬の中にまあ、ワセリン機材のクリームとかも耳鼻科では使ってる。そうなんです、うん、展示もそうなんだけど、何か塗るもののほとんどのベースはワセリンだと思ってもいいです。だからそのベースになってるものを塗ってもいいと思う。ただその前にそんな鼻血が出るのか耳鼻科に行って、はい、根本的なところで治療していただいて、はい、続いてのちょっとあの誰からっていうことはないんですけど、ちょっとあのコメントすごい多かったので、はい、ちょっとまとめさせていただきます、はい。ワセリンを使ったら肌の状態が悪くなったっていう方いらっしゃるんですけど、そういうケースも あるある絶対にあると思う。脂漏性皮膚炎とか、ある特定の疾患の時にワセリンを使っちゃいけないっていうことは、あの蓋をしちゃいけない疾患は当然あるか、あともう一つは感染を起こしているところに蓋をしちゃいけないんですね。皮膚がバリア機能が治っていく時っていうのは細胞が分裂して、それでこう角質細胞もそうだけども、もう修復していく、角質を修復していく、まあ細胞の営みだよね、言ってみれば。
で細菌が繁殖するっていうのが細胞の営みだよね、うん、で同じ細胞の営みで高温多湿なところが好きなんですよ細菌も人間の細胞も、うん、ニキビがあるとかそういうようなところにワセリンをべったり塗るっていうのはやっちゃいけないねニキビがあるところに塗るのはニキビっていうのはもうあの尋常性雑草といって完全にその、炎症がバイ菌が繁殖してる最中っていうことですね、うんうんまあ、あとはやっぱりその何かをやってみてこうもうすっごい原始的なんだけどみんなにも言うんだけどやってみてなんか変だなとか、うん、なんか調子がかえっておかしくなったなと思ったらそれダメなのよもう非常に単純これはあの質問ではないんですけど、はいはい、ワセリンだとちょっとこういうコメントいただいた方がいたので、うんうん、とご紹介させていただきますワセリンでもアレルギーが起きる人もいますちなみに UV アレルギー、貴金属アレルギー、シルバー菌もこの方ですね、うんうん、シルバーも菌もダメ、うん、下のプラチナは大丈夫だけど体調によって、うんまあ、高濃度のプラチナしか受け付けないこともありますいるね、まあ、そういう方にも、うん、やっぱワセリンってアレルギー反応みたいな基本的には起こらないと思うねアレルギーとワセリンってあんまり関連しないものなんですただ絶対に起こらないかというとそうでもないとは思うけどね、うん、今言ったようにアレルギーっていうのはあのアレルゲンっていうやつがあってそれに生体が反応するよく言われるのは鍵穴と鍵みたいなものがアレルギー反応って言われるんだけど、うん、でそれの鍵がなければアレルギー反応が起こらない、うん、鍵穴がなければアレルギー反応が起こらないでそういうのがバイオイナートというその生体的に不干渉なものなんだよね、うん、ワセリンって非常にいろんなものが混ざってるものなので、うん中にはその人になんかこうバチッとハマっちゃうような何かを持ってるのかもしれない、まあ、稀にまあそういうアレルギー反応を起こっちゃう方もいらっしゃるいるかもしれないねでほとんどアレルギーの場合にアレルゲンが特定されるものって結構少ないんだよね皮膚科をやってて、うんうん、猫アレルギーとかよく言うじゃない豚草とかスギ花粉とかそれって結構ラッキーな人なので、でほとんどなんだろうねこれみたいな感じで医者もそういうケースって結構あるそう俺も腰が痛いんだから、まあ、よく我慢してたなって言われると思ったらこれで症状出んの逆にすいませんもらったんですけどはい、はい、ありがとうございます、はい、本日の質問は以上にさせていただきたいと思いますはい、はい、ありがとうございましたまたあの気になる質問とかがあればそうですね YouTube のコメント欄に書いていただければと思いますので、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますどうもありがとうございましたもしよかったら、高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします